するためのお金を稼いで回すっていうループを作るというのが一番賢いのかなと思います。YouTube で上発信したいと。まあ、ブルーオーシャンのジャンルどこですか？要は競争がないジャンルですよね。まあ、ないとか全くないと思うんですけども、競争が少ないジャンルで戦いたいですよね、できれば。まあ、戦わないで済むジャンル、競争が緩いジャンルというところなんですけども、まあ、どのジャンルもですね、YouTube 的な、YouTuber 的なですね、稼ぎ方、まあ、要は広告収入とかですね、企業案、まあ、売れてきたら企業案件っていう、稼ぎ方っていうのは、どのジャンルも基本的にはもう競争が激しいっていうふうに見ていいですね。まあ、事務所に所属してたりっていう YouTuber とか見てるとわかるんですけども、なので、こういう、YouTube 集客に、こういう短編動画、あと YouTube ショートを使うっていうような使い方が、これからの YouTube の使い方かなと思います。なので、YouTuber みたいな、まあ、目立つので、やっぱりそっちを目立ちたくなるんですけども、競争が激しいですし、なかなか